まずはこちらから。米子市民には馴染み深い地名ですが、松江で聞いてみると、一番上って米子の地名なんですけど、シャビですか？シャオ、シャオ。なんだっけ、ちょっと待って、なんでトビシャオ。一方、米子では上、くずも読めます？上しか読めないです。上はなんて読むか。くずも、くずも、これはくずも。そうなんです、車に尾と書いてくずもと読むんです。米子市東部に位置するくずも地区、国道9号が走る市内でも有数の人口集積地です。しかし、市民に地名の由来を聞いてみると、くずもってでも読めても、はい、なかなか意味って、いや全然わからないですね、うん、なんか由来とかってご存知だったりは？知らん、あんまりご存知だったり、ない、知らないです。意外と知られていないくずもの由来、そこで図書館で調べてみることに。こちら米子の昔からの地名が残る宝鬼市なんですけれども、中にはすでにくずもの漢字表記は残っています。幕末にまとめられたとされる宝鬼市、すでに漢字でくずもの文字が記されています。それではなぜ車に尾でくずもなのでしょうか。くずもの地名の謎を解く鍵がこちらの神社にあると聞いてやってきました。米子市くずもの貴船神社、鎌倉時代から続くとされるこの神社にこんな資料が残されていました。こちらが何になるんですか？これが当社で今現存する最古の棟札です。神社を改築した際に残す棟札、戦国時代にあたる文禄4年1595年の棟札に漢字でくずもと書かれています。宮司によりますと、地名の由来は鎌倉時代にまで遡るといいます。後醍醐天皇が京都へ流される途中に、この辺の地域の往生屋さん深田家にご宿泊なさって、旅の疲れを癒されて、その時に詠まれた歌。その歌とは、春の日のめぐるも安きお車の、牛と思わで暮らすこの里。沖に流された後醍醐天皇が娘に残したこの歌に出てくるお車に、くずもの謎を解く鍵がありました。おそらく京都からずっとお車に乗られて揺られて来られた、おっぽの方に車、お車、それをそのまま用いるということは非常におこがましいと、恐縮だということで、当地それを逆さにして車をくずもという訛り説。諸説ありますが、くずもという地名の由来はなんとも歴史ロマンあふれるものでした。続いては松江市のこちらの地名、松江市民にとってはおなじみですが、米子で聞いてみると、さあね、わからんね。わかんないですよ、のりよし。え、なんだろう。え、難しい。あえて読むとしたら、え、なんだろう、ほうきち。ほうきち。一方、松江ではほっき、ほっき、真ん中、ほっきですかね。ですね。ほうにきちと書いてほっきと読むんです。そのほっき地区は松江市の北部に位置する閑静な住宅街です。その由来を探るため地元の公民館を訪ねました。失礼します。はい、ごめんなさい。こんにちは。こんにちは。松浦勝次館長によりますと、ほっきという地名はある鳥の名前から付けられたといいます。
ウグイスというのが当時はホウキドリと言われて、まあ、これは鳴き声からホウホウケキョから来ているのではないだろうかなと思っていますが、そのホウキドリがとなってこの地に住まわれた。ウグイスはその鳴き声からホウキドリとも呼ばれています。出雲神話ではハマグリの神様といわれるウムガイ姫がホウキドリに姿を変えて現在の北帰町に降り立ったとされていて、ホウキという呼び名が長い年月を経て北帰になっていったと考えられています。つまり北帰の由来はウグイスのホウホケキョという鳴き声だったのです。最後にもう一つ松江市の地名。え、なんだろう。秋地か。もちろん松江では。アイカ。え、アイカ。一番下はアイカ。アイカはいいですけど。秋に鹿でアイカです。北は日本海、南は宍道湖に接するごぼうが特産の松江市アイカ地区。こちらの地名の由来は神社にありました。アイカと名付くるゆえは宮家の真北に秋花姫の御子とませり彼秋花という。アイカ神社に祀られている秋花姫の御子との名前秋花が奈良時代から平安時代にかけてアイカになっていったということです。国郡里の名称を万葉仮名でどうも説明がしてある。そこにアイカと。時代とともに変わる地名の読み方、そのルーツをたどれば地域の新たな魅力の発見につながるかもしれません。